どうもこんにちは。今年もあと1ヶ月を切りましたが、今年はどんなものを皆さん買ったでしょうか。今回はですね、2022年に購入したものの中から10品をランク付けしてみました。100均のものから高額品まで様々ですが、どうぞお付き合いください。それではまず10位から。10位はキャンドゥで購入したホットサンドメーカー。値段は税抜きで1000円なので100均の中では高額商品ですが、これは良かったです。キャンプでの朝食で食べるホットサンドっていうのは好きなんですが、食パン2枚を食べるっていうのがですね、結構量がきついって人も多いと思います。僕もそんな感じでですね、半分でいいんだけどなぁとずっと思ってました。これは1枚の食パンで作れるので本当にちょうどいい量が作れます。まあ、難点を挙げるとすればですね、具材をあまり詰め込めないというところかもしれないんですが、僕が作るホットサンドの具材っていうのはですね、ほぼ毎回ハムとチーズなので、特に不便さを感じることはありません。ちょっとだけ食べたいという時のおつまみ用のフライパンとしても使えるのもいいですし、上下取り外しできる仕様なのもいいところだと思います。9位はコストコで購入した3個セットのヘッドライト。とにかく値段が安かったので動画のネタに買ったんですが、これがお値段以上のものでした。まあ、なぜついてるのかわからない紫外線ライトは余計な気がするんですが、明るさもしっかりあって、なおかつ光量の調節もできる優れもので、キャンプ道具の中に常に入れる品の一つになりました。ただですね、数日間使ってるとそのうちの一つがダメになってしまったので、個体差が結構ありそうな気がします。今あるものも長く使えればいいなと思いつつも、まあ、ダメになったらですね、また買えばいいかと思える金額なのは嬉しいところかなと思います。第8位はダイソーで購入したティッシュカバー。前面のファスナーを開閉してボックスティッシュを出し入れする仕様なんですが、1枚ずつ取り出すタイプのキッチンペーパーなら入れることもできそうです。カラビナ付きでぶら下げておけるのもキャンプシーンには嬉しい部分だと思いますし、ちょっと生活感を消せるのもですね、このティッシュカバーの魅力じゃないかなと思います。セリアにもティッシュカバーはあったんで購入してみたんですが、このダイソーのものに比べるとちょっとおすすめできるものではないんじゃないかなという印象でした。このティッシュカバーがまだ販売されているのかはですね、未確認なのでわからないんですが、もし売ってれば買いの品だと思います。ダイソーで購入できるこのアウトドア用フライパンを見た時にですね、これはいくつか買っておくべきものだなと感じました。取っ手が外せる小型のステンレスフライパンなんですが、試しに重ねてみたらですね、当然形状が同じなので重ねることができました。重ねられるということは保管場所も狭いスペースで済みますし、食器と一緒に重ねておくこともできます。このフライパン自体もですね、取っ手が外せるのでそのまま皿としてテーブルに並べることもできます。おつまみを作るのにですね、ちょうどいいサイズ感でもあるので、いくつかの簡単な料理をしたいときに複数あるとすごく便利だと思います。数人でのグルキャンやファミリーキャンプにもですね、簡単なフライパン兼お皿として重宝すると思います。うちは子供がいるので、遠出をする時の車内では DVD を流してました。だいぶ時間がかかる場合なんかはですね、レンタルビデオ屋さんでレンタルしたりもしてたんですが、正直今の時代ですね、借りに行くのも返しに行くのも面倒です。かといって時間を潰せるものがないと退屈してしまうのも事実で、車イコール退屈するものという認識になってしまうと、子供たちがですね、遠出をすること自体を嫌がるようになってしまいました。まあ、家で YouTube 見てる方が楽しいっていうわけですよね。そこで外部で乗る車のナビについている外部端子から Amazon Fire TV スティックをつないで、 Wi-Fi さえあれば車内で YouTube や Amazon プライムビデオ、 Netflix などが見られるようにしました。まあ、うちと同じようにですね、家では子供が YouTube ばっかり見てるという家庭は今の時代とても多いと思いますので、こういうふうにすればですね、車内でも退屈知らずになると思います。ただし使用しているとですね、 Fire TV スティックは熱を持つことがあるので、そこは注意点かなと思います。ネットで情報を見かけてソロキャンプに良さそうだと思って購入した IKEA のシューズラック。これがね、結果的に買って大正解でした。キャンプで使っているテーブルっていうのはそんなに大きいものではなかったりするので、いろいろと物を出しているとテーブルの上がすぐいっぱいになってしまいます。かといっていちいち出し入れするのも面倒だったんですが、これを簡易的な棚として並べて置いておけるっていうのはですね、使い勝手がとてもいいです。重いものを載せることはできないんですが、片付けも簡単ですし、汚れたりした時も簡単に洗えます。まあ、好きなものを並べてですね、目で見て楽しめるっていうのもいいところじゃないでしょうか。僕もそうなんですが、 IKEA が近くにないという方も多いと思いますので、オンラインストアから購入するのが手っ取り早いんじゃないかなと思います。転売してる人もいるみたいなので、まあ、そのあたりには注意してください。
番外編としてですね、ちょっとここで宣伝させてください。スケーター株式会社さんと共同開発したアウトドア中華鍋、こちらが好評発売中です。今までになかった蓋付き、外せる取っ手、収納袋、これが付いている仕様となっている中華鍋で、炒める、揚げる以外にも幅広い料理ができるものになっています。蓋をして上下に炭を置けばダッチオーブンのような使い方もできるので、キャンプにですね、このアウトドア中華鍋を使ってみるのはいかがでしょうか。スケーター株式会社オンラインショップや Amazon、楽天などの通販サイトで購入できますので、ぜひどうぞ。グルキャンをしている時にですね、使っている方がいて、これで作ったカフェラテがすごく美味しかったので、その後すぐに購入してしまったマキネッタ。本体はアルミ製で、他にもカラーはあるんですが、これが一番デザイン的にもいいなと思ってシルバーを購入しました。僕自身はですね、エスプレッソっていうのは嫌いなんですが、カフェラテは大好きなので、キャンプでも家でも簡単に作れるこのマキネッタはめちゃめちゃ気に入ってしまいました。つい最近購入したものではあるんですが、もう数十回はね、カフェラテ作りに使ってます。今のところ使っているコーヒーはスーパーで購入した中細挽きのコーヒーと細挽きのパック入りのものだけで、本格的にコーヒー豆を挽いてということはやってないんですが、今使っているものがなくなったらですね、タリーズなんかに行ってエスプレッソ用の豆をですね、細挽きに挽いてもらおうと思っているので、それも楽しみです。アルミ製で熱伝導率もいいので、火にかけてから抽出が終わるのが短時間で済むのもいいところです。家でもアウトドアでも濃いコーヒーを飲みたいという人にはぜひ一度試してもらいたいものです。家族向けのものとして買ってよかったのが、このカロッツェリアの車載用 Wi-Fi。 6位のところで紹介した車で寝たふりも、結局のところですね、 Wi-Fi があった方が使い勝手がいいです。というのもですね、見れる画面が一つだと、どうしてもですね、あれが見たい、これが見たいとなってしまうんですが、我が家ではですね、もう使わなくなったお下がりのスマホに Wi-Fi をつないで、家で子供に使わせています。まあ、それを使ってですね、それぞれが見たい YouTube や TikTok、ゲームをしたりして楽しんでるんですが、家の中でしか使えなかったものをそのまま車内で使えるのが一番便利なところです。車の中に Wi-Fi が通ってると、車内で思い思いに動画を見たりできますから、チャンネル争いも起きませんし、遠方まで行く時間つぶしもですね、それぞれが好きなことができます。これはね、ほんと便利です。で、ずっとやらせているとですね、会話もないんじゃないのと思われるかもしれませんが、まあ、これも不思議なものでですね、好きなだけやらせていると自然とそのうち飽きてしまって普通に会話したりもしてます。またですね、毎月遠方に出かけるわけではないと思うので、利用料金も1日プランや1ヶ月プラン、365日プランと自分に合ったプランを選べるのもいいところです。僕はですね、キャンプ系 YouTuber としてやらせていただいてるんですけども、まあ、違うアウトドアもやりたいなと思って購入したのがこちらの釣り竿とリールでした。弟が釣りに詳しいということで、一緒に釣り具屋さんで見繕ってもらったんですが、まあ、これがね、未だによくわからない世界です。ただキャンプと釣りをですね、一緒に楽しめるような場所であれば、釣った魚を料理して食べるということもできると思うので、来年はですね、そういう遊びにも手を出してみたいなと思ったりしてます。釣り竿を購入してからですね、まあ、動画にはしてないんですが、たこ焼きくんと一緒に何度か釣りに出かけました。チヌを釣ったのがですね、自信になってるみたいで、どんどんいろんな魚を釣ってやるぞという気持ちになってるのが見てすごく分かったりするので、まあ、そういったね、微笑ましい部分も見えたりしました。ほぼ毎回ですね、僕よりも釣ってしまうのがちょっと複雑だったりもするんですが、新しい可能性が広がったような気がしてます。たこ焼きくんはですね、船に乗って釣りをするということもやってみたいようなので、まあ、2023年はですね、そういう動画を撮ったりするかもしれません。すでにたこ焼きくんにはですね、桜マークのライフジャケットを買ってるので、まあ、僕も近々ですね、船に乗れるものを買おうと思ってます。来ました、これです。キャンプ道具とかじゃなくてね、申し訳ないんですが、これがね、めちゃめちゃ良かったです。2022年に購入したものの中で一番良かったものはですね、ダントツで全自動洗濯乾燥機でした。まあ、とはいえですね、正直言って僕が洗濯するわけではないので、妻が一番喜んだものになるんですが、結婚してからずっとですね、洗濯物を屋外もしくは室内に干してたんですが、5人家族となるとですね、毎回量も多いです。1回で終わらなかったり、毎回洗濯物のためにですね、天候を気にしたりしなければいけませんでした。まあ、そういった理由があってですね、外出したりしている時に雨が降り始めるともう最悪で、もうやっちゃったみたいな感じに、ね、なることもざらにありました。まあ、そんなね、ずっと気になってた洗濯なんですが、買うのを躊躇してたこの全自動洗濯乾燥機、ちょうどですね、電気屋さんに行くきっかけがあったので今年ついに購入しました。これを購入してからですね、まあ、見てるだけでもわかるんですが、とにかく楽になったそうです。洗濯物を入れてスイッチを押したら乾燥まで全て終わっているので、1日の過ごし方がですね、だいぶ変わったように感じます。
高額なこともあってですね、分割で購入したんですが、まあ、日割りで考えるとですね、面倒だった洗濯物干しっていうのを1日数百円でやってくれると考えると、こんないい買い物はないと思います。これ正直ですね、もっと早く買えばよかったと思ったものでもあったので、もしこの動画を見ているですね、洗濯物は面倒なんだけど外に干してるよというご家庭はですね、本当生活が変わるレベルのものなので、ぜひですね、購入を検討してみてはどうでしょうか。まあね、キャンプ系 YouTuber をやってる身としては、第1位がね、本当キャンプ道具じゃなくて申し訳ないんですけども、毎日生活して家庭があってこそのことなので、ダントツでね、この全自動洗濯乾燥機を1位に選びました。ということで、2022年に購入したものの中から良かったものベスト10をお送りしました。数百円のものから数十万円のものまで様々なんですが、どれも良かったものなので、キャンプをしたりですね、生活をしたりする上で何か参考になれば幸いです。それでは